元自衛官参議院議員の佐藤正久です。今日本当にお招きいただきましてありがとうございます。先ほどの紹介の中でですね、ひげの隊長紹介ありました。もう、昨年の選挙を含めても、7年目にこうなりました。7年経ってもですね、未だに佐藤正久よりはひげの隊長の方が足りないんです。でもひげの隊長は選挙では無効票なんです。昨年の選挙でもやっぱりひげの佐藤とかひげの隊長無効票が出ました。ある場所ではサダム選挙票まで出たり。半分公園で冗談でですね、最近顔が青葉城恋歌の佐藤宗幸さんの若い時に出てきたって言ったら佐藤宗幸って票まで出る。選挙って難しいなと本当改めて思ってる次第です。でもやっぱりいただいた思いを結果として恩返しするのがやっぱり政治の仕事です。やっぱ政治は結果と言われます。っていう特に今高村先生の下で公明党とのこの安全保障集団的自衛権を含めた安全保障の法的基盤の協議をやっている。安倍総理は絶対結果を出せと強い指示も出ております。特に防衛意識あるいはそういうものを上げるために今週末は地方の方に行ってます。昨日朝から北海道千歳室蘭の方に行きました。今日はこちらの峰の方でお邪魔をし、帰ってから東京でまだもう一つあります。で明日そのまた高村先生といろいろ公明党関係のいろいろ会に出た後、今度は滋賀県の方に行く。そういう生活しておりますからなかなか家に入れません。嫁に怒られてます。話が違う。選挙が終わったら楽になるよ。全然楽にならない。家庭内戦闘地域は継続中です。なかなか非戦闘地域はなりません。でもやっぱり政治は結果ですから、選挙の時だけいいこと言ったってその4年なり6年の間にも結果を出さなければそれは何やってんだ違う審判が下ってしまう。全くその通りだと思います。